触らぬ神にたたりなし。昔の人はいいことを言う。車輪の再開発を恐れない、その精神私はとても尊敬します。でもここまで寄せるとちょっと怖くない？怖いもの見たさという気持ちもあってが、ちょっと購入してしまいました。というわけで今回はちょっとスパイシーな万年筆をご紹介。ビアーより万年筆79黒×チェック柄のご紹介です。こちらが本体スペック。全長は138mm、 平均的ですが形状のせいか気持ち長めに感じるかな。キャップを外した状態だと 122mm、 キャップポストをすると 149mm となっています。重量は 30g と重ため、でも正直外観の割には結構軽く感じます。商品にきちんとした名称がついていないところからなんとなく冊子はついているかと思いますが、中国製となっています。この商品そもそも何が危なっかしいんだいという話をしましょうか。ご存知の方も多いかとは思いますが、モンブランという1本5万円とか10万円とかするような高級万年筆を販売しているメーカーさんがあります。そのシリーズの中にスターウォーカーという2003年に登場した比較的新しいシリーズがあります。近未来的かつ革新的な非常に素晴らしいデザインなんですが、このペンはそれに酷似している。似すぎだ、ほとんどそのまんま。何かヒット商品が出るとそれと同じコンセプトを持った商品が他社から発売されるのはいつものことなんですが、デザインもまるっと一緒となると話は変わってくる。まあ私は知的財産管理技能検定とかは受けたことがないんでね、これが黒なのか白なのかグレーなのかその辺もよくわかりませんが、まあ普通はやんないよね。こちらキャップ、ふっくらと中央が膨らんでいます。細長いどんぐりっぽい。転換部分にはスノードームのような円形のものがついています。ちなみにこの毛みたいなのは表面についているのではなく中に入ってます。雑だ。当然ですが中には何もありませんでした。よかった。正直角の個数が違う白い星が入ってないかなとかちょっと期待してましたが、接続も良くないですね。明らかにちょっと傾いております。こちらはクリップ。造形自体は割としっかりしてますね。材質的には薄っぺらいアルミっぽいかな。ちなみにクリップの裏には何もありませんでした。本物はここに文字があるらしいです。こちら本体、模様自体は歪みがなく思いのほか綺麗ですね。このシルバーのラインは妙にテカテカしています。おそらく塗装しているのではなく金属の色そのままなのかな。尻軸の部分にはキャップポストをするためのネジが意外にもきちんとついています。ちゃんとただの山ではなくレール状になってるんですよね。なのでつける感触自体は意外と悪くない。こちらがペン先、主軸の部分はかなりくびれのついた独特なデザインとなっています。ここまで明確にくびれがついた主軸というのは意外とありそうでないデザイン。不思議なことに塗装自体はしっかりしていますし、ネジ穴の造形自体も悪くない。こちらはペン先、字幅の表記等は特に販売サイトにはありませんでした。模様も独特ですね。あのクジラの口のようだ。散々ご紹介していますがネジ式を採用しています。ネジ部分のギザギザが太くレール状となっており、感触自体は滑らかでそれなりに悪くはないんですよね。この辺は技術が確立されているのかな。動画だとちょっと伝わりにくいかもしれませんが曲がってます。所詮は贋作、そもそもこんな商品を買うのはよほどの物好きってことなんでしょうね。ありがたいことにコンバーターはきちんと付属しています。あとは接続部分もきちんとガンメタルに塗装されてて割と綺麗。妙なところできちんとこだわってるんですよね。なんだか不気味だ。おなじみ色しずくより今回はなんとなく山ぶどうをチョイス。書き心地自体はやはり滑らか。予想はしていましたが二分の技術というのはもう確立されているような気がします。安い商品でも極端に書き味が悪いペン先には今のところ出会ったことがない。
ジンハーのものとよく似ている気がする。硬くてペンポイントがやや大きくてインクフローはそれなりに良好。パイロットのペン先と似ているような気はするんですが、さすがにインクフローは段違いですね。個人的には核のや黒雲に搭載されている2部の方がはるかに優れていると思います。ペンポイントなしはこんな感じ。このデザインの特徴はやはりキャップにあるので、この状態だと少々物足りない感はやはり否めない。それでも万年筆らしくないデザインという部分はきちんと達成されているあたりがすごいですね。キャップポストをするとこんな感じ。当然重心は後ろの方によりますが、デザインとしてはこちらの方がやはり優れている。ただものすごく、本当にものすごく使いにくいです。というのもこのキャップ、絶対にクリップが同じ位置で止まるようにできてます。この停止位置のことが何も考えられていない。握ると必ずクリップが右側に来ます。これが手に当たって非常に邪魔なんですね。万年筆なのでボールペンのように角度を調整することもできません。2部を必ず上に向けて書かないといけませんからね。上っ面だけ真似してもやはりこういうところで荒は出る。というわけで今回は見える地雷をあえて踏んでみました。いかがだったでしょうか。 Amazon だとそんなに検索には引っかからないんですけど、楽天を見ているとかなりこういった贋作もどきみたいなものはそれなりに見かけます。当然かとは思いますが、やはり購入はおすすめできないかな。それでもやはり2部の完成度だけはそれなりなんですね。中国の格安万年筆の2部を一挙に担っている生産メーカーがなんだかありそうな気がします。完全に感覚の話にはなりますが、やっぱりどこかジンハオの書き心地と似てるような気がする。まあモンブランというと非常に高価なメーカーなので、中には偽物もあったりするらしいです。なのでこうやって一目で偽物と分かるように販売している分、まだ良心的な方なのかなとか思わなくはないです。まあ少し昔のテレビのちょっと過激な企画ぐらいの感覚で私は捉えてます。実際筆記自体には全く問題がないのでね、商品としてはきちんと成立しています。ちなみに贋作の歴史は古く、古代エジプトのパピルスにはガラスから宝石を作り出す方法が書かれた文章もあったらしいです。実に紀元前3000年、5000年前から人は何かを真似るということを身につけていたようですね。話は少しそれましたが、今回は以上となります。またお会いできれば幸いでございます。さようなら。